ばんは。今日はこんにちはか今日はこんにちはですね。先日うちのワンちゃんの1歳の誕生日にバースデーケーキを作りました。ドッグフードをふやかして型に入れ、水切りした無糖のヨーグルトを重ねて、ハートに型抜きをしてチンした野菜を並べて、最後にイチゴを飾りました。食べてはいけないものをチェックしながら細心の注意を払って作りました。なかなかの出来栄えでした。でもワンちゃんの前にお皿を置くと秒で完食してしまい、楽しい時間は一瞬で終わってしまいました。ハッピーバースデーを歌う間もありませんでした。その豪快さについ笑ってしまいましたが、食が細かった子犬の頃を思い出してうるっときてしまいました。とてもいい誕生日となりました。しべさんは、ゆきちゃんのお誕生日はどうされてますかということですが、この1歳の誕生日ってね、僕もバースデーケーキを何かこうお祝いできたらなということで、僕は発注したんですよ。結構そうやって売ってるところがあってですね、ネットで買うと5000円ぐらいしましてですね、それを猫ちゃんにね、ゆきちゃんに買ってあげて、猫型のやっぱりそのペットフードでもちろん敷き詰められているんですけど、僕の場合はね一切食べなかった。5000円、もうトラウマ級ですよね。それを捨てる時のもう悲しさ、もうそれを食べるわけにもいかないしだから秒で食べるってのはね、僕はすごいいいことだと思いますね。これはね、努力した甲斐がある、喜んで食べるのが一番ですからね。で、僕はそれから毎年なんだろう、何もしてないって言ったら何もしてないんですけど、よく可愛がる日にしてます。はい、ということで続いてです。